はい、皆さんこんばんは。本日はね、今ちょっと足利にいるんですけど、ちょっと用事があって足利が来てるわけですけど、まあその前にね、ちょっと一回演劇を見てきましたので、それを紹介したいと思います。で、本日見てきた演劇はこちらになります。劇団ダンデライオン第8回本公演君を送るということでね、こちらを見てきました。で、チケットがこちらと、あとパンフレットはね、こちらになります。会場はね、マーヤの家だったんですね。群馬県前橋市のね、亀里にあるね、本当おしゃれなね、小さな喫茶店なんですけどね、ここね、小さい喫茶店でありながらね、演劇ができるこう設備があるのでね、たまにこう小さい演劇をやったりとかするので、まあいい喫茶店ですね。まあ行ってみるといいんではないでしょうか。まあそんな感じでね、ちょっとマーヤの家ですね、まあ本当はね前橋なんだけど、今ちょっとね足利に来てるんですけどね、ちょっと用事があって、まあそんな感じでね、今さっきまで見てきたわけですよ。この君を送るを見てきたわけですけど、このね、劇団ダンデライオンですけどね、まあ前回の公演でね、休止宣言をしたのでね、これでまあもうなくなってしまうのかなとね、結構ショックだったんですけど、まあちょいちょいね、このまあ劇団ダンデライオンの人たちもね、他の劇団の演劇を手伝っていたりとかするので、いやでもまだまだなんかあるかなと思ったら、まあ今回ね、復活公演ということで、まあ1年間ですかね、1年間休止して、まあ充電という感じですかね、それでまた再開するということでね、本当嬉しかったですね。まあ個人的にはね、群馬のアマチュア演劇に入ったきっかけというのはね、この劇団ダンデライオンさんのね、第1回公演ですね、そこからなのでね、なかなかね、ダンデライオンさんとの付き合いというのが一番長いという感じですかね。まあぜひね、これからも続けてほしいなと思います。で、本日ね、この君を送るという、こういった演劇ですね。で、このね、まずマーヤの家ということで、こう小さい喫茶店なんですね。小さな喫茶店をそこのこのまあその舞台としてね、使うわけで、で別にこのね、舞台用の高いところあるわけじゃないので、こうまあ客席とね、高さが同じで、もうね、演者さんですね、役者さんとかは目の前で演技するので、ものすごいね、迫力があるのでね、まあこの近くで本当にね、手を伸ばせば触れてしまうような、その距離感でね、演技をするとね、このなんだろう、すごい迫力とね、このなんかいろいろと受け取るものが多いですよね。そんな感じになってます。で、本日ね、この君を送るという話ですけど、まあまあよくあるというか、まあ引っ越しをきっかけにしたこの演劇で、まあ東京のあるアパートに、まあ女性が引っ越してくるわけですよ。大阪から東京に引っ越してきたということで、まあ33歳の女性ですね。で、まあ大阪から君江さんですね、君江さんが引っ越してくるということで、で荷物とかね、段ボールがいっぱいあるわけですね。舞台装置としてね、小道具として段ボールのこのまあ空箱とかがね、いっぱい積んであるわけですよ。で、そこでね、引っ越しを手伝う君島という男ですね、これがやってきて、でこれはね、この君江さんの先輩からの紹介だったりとかしたりとか、あと引っ越し屋としてね、領収書を持ってきた男の松尾さんですね、あと関西弁を話すね、謎の男が現れてきたりとかして、まあここら辺のこの人間関係ですね、まあ引っ越してきてたところに、まあ、顔の馴染みのあるのかないのかみたいな人たちがこういろいろね、この君江さんの引っ越してきたアパートにこう入ってくることにより、まあ、ドタバタコメディとかね、コメディでありながら、まあいろいろね、こうまあ人間関係とかをこう考えさせられる、そういった物語になってますよね。まあ、君江さんがね、なんで大阪から東京に10年ぶりに帰ってきたのかとかね、そこら辺の話とかも、まあだんだんね、こう君島とか、あとこの引っ越し屋の男とか、あと関西弁の謎の男とか、総連が絡んできて、でさらにね、先輩もやってきたりとか、あとはね、ここにね、君江さんの母親ですね、母親がサプライズでこうやってきたりとか、でいろんな人たちがね、この君江さんの家にやってくることにより、まあいろいろね、分かってきたり、あと驚きがあったり、全然ね、思ってた人ではなかったとかね、いろいろみんなね、そのそれぞれの事情があったりとかするので、でまあね、他の人のその人生と、また君江さんのそのまあ理由ですね、この君江さんが大阪からね、東京に帰ってくるその理由とかがこう重なったりとかね、逆にこの君江さんが東京から大阪に行った時のね、そこら辺の話とかもこういろいろね、描かれていくわけですね。まあそんな感じでね、まあ全員が全員何かしらね、このまあ秘密ではないんだけどね、関係性があるわけですね、君江さんと関係性のある人物で、まあそこら辺がね、だんだんおいおいこの物語進んでいくことによって分かってきたり、で最終的にはね、この君江さんがどういった答えをまあ見つけ出すのかみたいな感じですね。まあ母親だというその女性がやってきて、まあそこら辺で
でね一悶着があったりとかね、まあ、先輩から紹介されてきたという男の君島とかね、これもね初対面だったりするところがまあいろいろあったり、あとねこの引っ越し屋の男もね、のなんかものすごいいい人なんだけど、なんかねサービスにしてば手伝いすぎじゃないのかみたいなところとかね、いろいろそういったものがね絡み合っていって、まあ、最終的にはねこのアパートの中で君江さんがね一つの答えみたいなものを見つけるみたいな感じですね。で小道具でねこの段ボールを面白く使ってて、段ボールがねカラー箱の段ボールからこうブロックみたいに使われて、まあそれをね壁にしてこう隠れたりとかね、そういったなんかね小道具として使われたりとかね、そういった演出があってまあ面白かったですね。まあ個人的にはね、まあダンデライオンのこのね演出ですね、このダンデライオンの演出こそなんか個人的にはね一番スタンダードな演劇かなっていうね、そういったイメージがあるので、本当にねこのダンデライオンさんねこの復活はね喜ばしく思ってる次第です。と地元にはねこういった小さいながらもね演劇の劇団とかあったりとかするのでね、まあね群馬でなくてもあの他の地域でもね多分アマチュア演劇団とかあると思うので、そういったところね見に行ってみるといいんではないでしょうか。いろんなねまあなんか学ぶことがあったり、そうね映画ではね知られないようなこの物語ですね、そういったものが、あとねこの目の前でね人が演じることの迫力ですね、やはりこの魅力はねあの他には変えられないものなので、まあぜひね一回体験してみるといいんではないでしょうか。まあ、近くのね例えばこう文化会館とかにねたまにチラシとかあると思うので、まあそういったところを見に行ってみて、まあ見つけたらねちょっと行ってみると、そのまあ劇団同士ねそのまあチラシを挟んであるので、一回このアマチュア演劇の劇団に行けば、まあ近くでやってるこの公演のねチラシが分かって、まあ予定が分かるのでね、そういったところ行ってみるといいんではないでしょうか。なかなかね初めの1回を行かないと、アマチュア演劇はね初めの1回を行かないとね、なかなかこのあのどこで何やってるか分からなかったりするんでね、ぜひねまずその1回を何とか掴んで行ってみてください。とそんなわけでね本日はね復活した劇団ダンデライオン第8回本公演君を送ろう見に行ってみたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。